初澤さんどうですか？野球の写真集も出されてないですよね、まだ。出してないですけどね、なんか阪神の周辺っていうのを撮れないかなと、ちょっと最ああ、いいですね。それは、まあ、びっくりしたね。大阪の南の飲み屋さんぐらい行って写真を撮ってた。そうですね。あと、まあ、僕が子供の頃は、ちょっと、ひどいプレーをすると、メガホンをみんな球場投げ込んでましたよね。そうですね、メガホンも投げ込みましたし、いろんなものが飛んできましたですあと、ね。なんかは、ちょっとその、両方が行き来できるような外野席がね、形になってますか。やっぱ、なんか、時々起きてましたけども、最近は阪神ファンも随分おとなしくなったような気がしますね。いやー、おとなしくなりましたね。1985年に外野席行ったら、もうそれこそ誰も座ってませんしね。全員が椅子の上に立って、通路の上上ににです立っか。てですから、トイレも行けませんしね。もうものすごい、そこに消防署の職員が見に来て怒ってたのに出会ったことありましたけどね。まあ、あれで、阪神タイガース、当時の阪神タイガースは、観客動員数を相当下に低く発表してましたね。もう完全に消防法違反ですから。そうだけか。で、なるほど。座席数の倍ぐらいは入れたんじゃないかって思えるくらいだったですね。でも、まあ、そういう時、面白かったといえば面白かったですけどね。あんまり大きい声で最近は言わない方がいいらしいんで言いませんけれども。初澤さん、まだ、サッカーは撮ろうと思いませんか、写真は。若い頃ナンバーの仕事で撮ったりしてたことありましたよ。そうなんだ。ああ、そうですか。どうですか、サッカーの試合とか、いや、スポーツ、野球とかで、こういうのを撮りたいとかっていうのはありますか？スポーツのシーンそのものっていうのはね、やっぱりその専門の方がいらっしゃるし、そこの何か中でこう自分らしさ、写真家としての自分らしさをにじむっていうのは、ちょっとなかなかスポーツ写真としては難しいだろうと思いまなるす。ほどね。そでもこここで2020年、2021年の写真集の中でオリンピックを撮られていて、でオリンピックのもちろん中に入れないっていうんで撮られているんですが、これさっき探していて出てきました。こんなすごい。これ要するに外から撮れますよね、完全にね。もう花火ドーンと打ち上がってるわけですから。開幕式かな。で、ただそれだけの写真だといえばそれだけの写真なんですけれども、これが2021年の東京オリンピックだって思うと、これなかなかすごいですね、この花火の持つ意味は。そうですね。で、その手前側、僕の横にはもうすし詰め状態に人々が、人がいて、待ってるというような状況でしたし、その中では、ちょっと、中核のヘルメットをかぶった人たちを警察の。要するにデモ隊ですね、デモ隊。こでもそれ、こは、マスコミのカメラは一台もいなかったりとか。なるほどね、中にはいたと思いますけどね。でもこれ、虚しいですね、今見ると。虚しいね。やっねえ、こぱりオリンピックを一言で言うと、大変虚しいオリンピックだったなっていう、物悲しさがやっぱり残ったオリンピックですね。そうです無観ね、こ客れ、ですもんね、だって。そうですね。そういうことを一枚一枚感じられて面白いから、これ、ぜひとも近々、阪神タイガース撮ってください。よろしくお願いします。どんな写真集になるか、非常に楽しみですね。なんか、レッズの話、そのため、ただ、玉木さん、ずいぶん前に書かれたこのごありがとうございます。させていただいたんですけども、僕とか今泉さんとかは、ずっとこう東京ベースに阪神の試合を見て、まあ、いろいろこう悪いのと言ってるわけですけども、まあ、いかに関西の人たちがどのような歴史を持って、どのような感情のもとに阪神というものを見てるのかってことは、どうしてもやっぱり距離感があるし、で、そのことを
勉強させてもらえるいい一冊でしたね、これは。そうです。いやいやいや、なんかもう、冷や汗が出てきたっていうか、それこそタイガースとは私のことだというふうに言うのが関西人の常でして、まあ、私の友達は全員結婚式の時にロックおろし歌いましたからね。ロックおろし歌わない結婚式って結婚式とちゃうぞという話があったぐらいでしたから、まあ、そんな話を喋らせてもらった今泉さんもありがとうございました。いえいえ。次は東京農協大学で大麻事件、ボクシング部ですね、はい、これもう本当にね、正直言ってバカですね。ただスポーツやってる人間が大麻やるっていう、要するに体のこと何も考えられなかったらスポーツをやってる価値ないですね。これ今泉さんどう思われますか。あの本当ですよね。あの日大のね、はい、うん、アメフト部の問題で、はい、あれ日大の執行部でもね、また揉めに揉めていて、ね、林真理子さんとね、はい、あの検察 OB の方が、そう面白いですね、ある意味面白くはなってきてるんですけどね。いや、あの副学長の方っていうのもまたなかなか、なんて言いますか、一癖も二癖もありそうな方で、ね、あのね、理事会の音声を録音隠し撮りしてたりとか、はいはい、あ、それを親しい記者に渡してそう、ね、っていうことをやったりとか。なんか私それあのニュースで聞いた時に、あの、あ、これ検察の 手口かと思いましたけどね。本当ですよね。さすがだなと思いましたけども、さすがに、うん、でもこれどうなんですかね、大学生というかスポーツ部にこんなに大麻とか広がってるんですか ね。本当にこの東農大はかなりのね、はい、蔓延ぶりではあるんですけれども、はい、そうなってくると他のね、色眼鏡で 見られかねないという、かねない、そういう、ね、学生スポーツが、そういうことですね。私、まあ、とにかくここにはあの大学の先生方もゲストで出てもらったことあるんですが、はい、私が頼んで出てもらった方はみんな口を揃えて言っておられたのが、あ、スポーツができるからといって大学に特別入学させる制度、これがもうダメだということを、もうスポーツ推薦ということですね。スポーツ推薦ですね、それをもうはっきり言っておられましたですね、はい、本人のためにもダメだし、大学のためにもダメだと、うん、ところが大学はやっぱり宣伝するためにやっぱり必要なんでしょうね。あ、これ初田さん、こういう現実をカメラに撮るっていうのは難しいですかね。撮りたいですよね。あ、なるほど、日本のことになるわけですからね、はいはい、彼らが大麻を吸ってるところを写真に撮るとか、あ、なかなか厳しいんじゃないでしょうかね。もう、あ、そうですね、うん、これ私今の初田さんのお話で思い出したんが、タバコを吸ってる王選手のダッグアウト裏の写真っていうのが、ね、これ結構スポーツ写真で有名なのがありまして、うん、ホームランの後の一服というタイトルがついてたんですかもね。いいですね。まあ、時代的にはなかなか面白い写真で、はいはい、なかなかそういうものをだからやっぱ撮らせてもらえた時代ってのはいい時代ですよね。昔は結構ダブアウトで、はい、タバコスパスパ吸ってるやっぱ選手いましたよね。いましたね。プロ野球選手も巨人の選手も、いましたね。駒田さんなんかが相当ヘビースモーカー。ああ、どうか。サッカーなんかでもね、今でもジャパンの監督のコーチしている某、有名なレフティの人は結構なヘビースモーカーだったんですけどね。いましたよ、結構いましたけど、まあ、タイマーっていうのは、まあ、タイマーはいないけど、あのあれですけども。